次戦が決まりました。4月9日日本時間10日アメリカテキサス州で、WBA と WBC の統一戦が決まりました。どんな気持ちなんですか今。今やったるぞ。この話っていつ頃来たんですか。1月12日に、当初は3月19日に、アメリカのロサンゼルスで、やるっていう話だったんですが、そこからちょっと変更があり4月9日テキサス州という相手のね、あの地元に変更になりました。はい、ちなみにすいません、相手は、あ、相手は WBC フライ級チャンピオンのマーレン・エスパルサ選手です。あれですよね、あの藤岡選手が、前回アメリカで勝った時に解説席にいた。そうです。あれですよね、はい、一緒にや、まあ、やろうと。そうですね、試合直後に解説の席で呼ばれた時に、の試合しようっていう話が実現する感じです。でもあれってあの相手陣営が言ったわけじゃないですよね。相手陣営はははって感じなかったっけ。あの実況の人が勝手に言っただけですよね。言った感じですが、まあでもあの、まあ、今回もゴールデンボーイプロモーションでやるんですけど、多分あの組むつもりのマッチメイクだと思います。あのっていうのは前回自分が試合をした選手ともう1年前にエスパルサ選手はもうすでに手合わせをしてまして、でその選手と藤岡がどのぐらいやれるのかっていうので多分前回その試合組んだと思うので、まあゴールデンボーイ的にはそういう流れを作りたかったんじゃないかなと思ってます。ちなみに場所はどちらですか。テキサスの、テキサス州のサンアントニオっていう町だそうです。その4月の興行のメインがライアン・ガルシアなので、まあ、その前座でやることになったんですが、まあ、会場もすごい大きい会場で、過去に、カネロとかパッキャオも試合したことがあるような会場だそうです。カネロもやったとこですよね。もうやっぱこう日本のカネロが進出ってことですね。やめてよ、ブーム来るから。ミニ、日本のミニカネロが。ミニカネロが行くってことですね。まああのね、会場はどっちしてもでかい。どんぐらい入るんですかね。7万何千人って書いてあったけど。埼玉スーパーいない3万ですかね。まあ規模はでかい。うん、で、まあ、前回は屋外だったんですけど今回屋内っていうことで多分雰囲気もすごいあると思うので、まあ、そこは今から楽しみですが、なんと言ってもドアウェイなので、まあ、もう完全に倒しに行かないと勝つことはまあ難しいだろうっていう試合になると思うので、まあ、女子でねなかなかそのがっつり倒すっていうのは難しいと言われてるんですが、まあそこにも挑戦していきたいなと思ってます。倒せるんですか。倒すんです。なんかその山があるからまああのしっかり勝って、また次とこうつながるようにしていきたいなと思います。あれですね、今回はあの46ってちょっと言いづらいんでね、実況の人がね、この間45ってこう言いやすくて絶叫してましたけど、うん、46って、いや別に大丈夫ですよ、向こうのネイティブは全然問題ないです、ね、まあそんなことはもう気にしられないと思うので試合が始まったら、まあ、そこはもう勝手に言っててもらって。そうですね、はい、はい、なんかこう突破口をこう日本の女子ボクシング界のやっぱ突破口役というなんかこう使命感はあるんでしょうか。まあもう試合が始まったらそんなことは考えてられないので、まあ目の前の敵を倒すのみでございます。はい、はい、
ぶっちゃけ強くなってるんですか、藤岡さん。おそらく。その根拠は何でしょうか。根拠はない。なんかですね、ドリフだったらたらいが落ちてきそうですね。もちろんね、フィジカルとか鍛えてはいるのですが、これはボクシングは本当に相手との相性なので、それが発揮できるかどうかっていうのは本当に向き合ってみないとわからないので、まあ、うまくそこを出せるように今までの経験を生かして戦いたいと思います。じゃあ最後に相手選手に一言お願いします。ないです。え、もうあんまりグダグダ言いたくないんですよ、試合前は。勝ったらね、もう偉そうにいろんなこと言うんだけど、アメリカみたいになんかこうトラッシュトークみたいなとかとあんまり得意じゃないので、リングの上でしっかり見せていきたいなと思います。じゃあその上で一言。欲しがるね。まあ勝ちます、それだけです。以上です。皆さん応援よろしくお願いします。またねー。